ヨアキム・ヨハンソンは、スウェーデン・ルンド出身の男子プロテニス選手。2004年全米オープン男子シングルスベスト4に入り、世界ランキング9位まで到達した選手である。彼には、ピムピムというニックネームがある。身長198センチメートルの長身から繰り出す、サービスを最大の武器にしている。ATP ツアーで、シングルス3勝、ダブルス1勝を挙げた。 父親のレイフ・ヨハンソンは1974年に男子テニス国別対抗戦デビスカップスウェーデン代表選手を務めるほどの実力者だった。ヨアキムは幼い時から父親にテニスを習い、当時スウェーデンの国民的英雄だったビョルンボルグの故郷のセーデルテリエで少年時代を過ごした。彼にピムピムという愛称がついたのは子供の頃に彼の兄と本人が ヨアキムという名前を正しく発音できず、ヨアピムと呼ぶ癖がついて、それが定着したからだという。スウェーデンには、ピムピムという名前の歌詞もあり、ヨアキム・ヨハンソンは、ジュニア時代から、ピムピム・ヨハンソンと呼ばれるようになった。2000年に18歳でプロ入りした後、3年間男子、テニスツアー株組織の大会を回り、2003年、全豪オープン男子シングルスで4大大会本戦に、 初出場。この年から彼はデビスカップスウェーデン代表選手に選ばれた。2004年、ヨアキムは男子ツアーで目覚ましい躍進を見せ、2月中旬の全米国際インドアテニス選手権決勝でニコラス・キーファーを破り、ツアー初優勝を果たした。その後2004年ウィンブルドン選手権男子シングルスで初の4回戦に勝ち進み、 アテネ五輪にもスウェーデン代表として出場する。オリンピックではシングルス2回戦でイワン・リビキッチに敗れた。2004年全米オープンでは第28シードとして出場、躍進し、準々決勝で前年度優勝者のアンディ・ロディックを6から4、6から4、3から6、2から6、6から4で破り、ロディックの全米連覇を阻止する勝利を挙げた。続く、 準決勝では、レートン・ヒューイットに4から6、5から7、3から6で敗れた。こうして、ヨアキムは1年間で世界ランキングを95位から11位に上げ、ATP 最も上達した選手賞を受賞した。2005年、ヨアキムは1月のネクストジェネレーションアデレード国際と2月のオープン13で優勝し、2月14日付で世界ランク9位となった。 前豪オープン4回戦で、ヨアキムがアンドレアガシから51本ものサービスエースを奪いながらも、結局セットカウント1から3で敗れた試合は、語り草になっている。ところが、世界トップ選手の仲間入りを果たしてすぐに、彼は右肩の故障を抱えるようになる。ウィンブルドン選手権3回戦で、フェルナンド・ゴンサレスに敗れた後、 直後の地元開催のスウェーデンオープンに出場し、ヨナス・ビョルクマンと組んだダブルスで優勝した。これが彼の唯一のダブルスのタイトルである。スウェーデンオープン終了後、ヨハンソンは右肩の手術を受け、2005年後半の試合に出場できなくなった。手術後の経過が思わしくなく、その後も度重なる故障と病気に悩み、2004年の 校長時のようなテニスを取り戻すことができなかった。2007年1月、弱気無に一時復調の兆しが見えた試合があった。2年前の2005年に優勝した年頭のネクストジェネレーションアデレード国際で、彼は当時19歳のノバク・ジョコビッチとの準決勝まで勝ち進んだ。しかし、すぐ後の全豪オープンは1回戦の第一セットで、2ゲームだけで途中危険に追い込まれる。 同年10月の地元開催のストックホルムオープンが、当年度の最後の試合出場になった。度重なる故障や病気から回復できず、2008年2月に現役引退会見を開いた。引退会見の後、弱きむはジュニア選手のコーチなどに携わりながら、リハビリに励んでいた。10月のストックホルムオープンにて、当初出場予定だったロジャー・フェデラーが欠場したため、 その代役として、急遽出場することになる。弱きむにとっては、前年の同大会以来、ちょうど1年ぶりのツアー出場だった。この大会では、1回戦で、ニコラ・マユに7から5、7から6で勝った後、2回戦で、第1シードのダビドナル・バンディアンに3から6、2から6で敗れた。その後も、本格復帰には至っていないが、2009年以降も、 エキシビジョン大会やチャレンジャー大会に出場するなど、断続的なツアー参加を行った。デビスカップ2011ワールドグループ1回戦隊、デビスカップロシア代表戦に出場し、ティムラズ・ガバシュビリオ6から3、7から6、6から4で破りチームの勝利に貢献した。しかし、2011年3月18日に28歳で2度目の現役引退を発表した。 2013年10月、2年半ぶりに現役復帰し地元のストックホルムオープンのシングルス予選に主催者推薦で出場した。予選3試合を勝ち上がり1回戦で、アレハンドロ・ファジャオ6から1、6から3で破り2回戦で、ミロシュラ・オニッチに2から6、6から7で破れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。